中学受験のリスタート、たかしです。今日は中高一貫 VS 都立ということで、実は東京都にある全高校の大学入試の実績を調べ上げてみました。その結果を報告します。なぜそんなことをやったか、動機なんですが、こういう論文が実は出ています。中高一貫の進学が難関大学進学に与える影響っていう論文があります。概要欄にリンクを貼り付けているので、もし興味があれば見てみてください。そちらを見てからこれを見てもらえると2倍楽しめるかもしれません。その論文を読んだ時に東京都全部の高校のデータ、それ面白いな、欲しいなと思ったんです。ただその論文にはデータそのものはありませんでした。ならば自分で作ってしまおうということで調べ上げてみました。手順はこんな感じ。東京都内、離島とか通信制を除く全高校について、今回のデータは2016年のデータです。この中学入試の偏差値、高校入試の偏差値、そして難関大学の進学率を調べ上げました。この難関大学っていうのは、旧帝国大学、東工大、一橋大学、これは一人一としてカウントしています。そして、総計上理国際キリスト教大学の数字は、私立大学なので複数の合格を持っているはずです。なので、この数を3分の1にして足し合わせたもの。でその合格数を卒業者数で割って進学率というふうにしました。この手順は元の論文の手順をそのまま踏襲したものです。そして、ここで採用している偏差値なんですが、これは声の教育者から出ているこんな辞書みたいな本です。で中学受験の方は首都圏模試の 80% 合格ライン、高校受験の方は東京都標準の 60% 合格偏差値を用いています。では、結果を見ていきましょう。離島通信制を除く全高校400校近くあります。これらを調べ上げた結果、都立高校、これは平均の進学率は 4.4% です。都立高校の卒業生が100人いたら、4人ないしは5人が旧帝大、総計上理に進学していくっていう計算になります。それに対して、公私立の一貫校に通った場合、この公私立っていうのは今公立の完全中高一貫の学校があります。これはこちらの方に入れました。一方で都立で併設型の中高一貫っていうのがあります。これは迷ったんですが都立の方に入っています。そして公私立の中高一貫の場合は 15.7% が旧帝大、総計上理に進学していくっていう数になっています。都立に比べて3倍ないしは4倍程度の進学率になっています。一方で、私立の非一貫校、つまり、高校から私立高校に入学したパターン、この場合の進学率は 1.7% という形になっています。そして、この標準偏差という数字なんですが、これはばらつきを表しています。平均値からどれぐらいばらついているかっていう数字です。これは都立が 0.12、一貫校は 0.23 という形で、一貫校の方がばらつきが大きくなっています。元の論文では、このばらつきをもって、中高一貫校はばらつきが大きい。ということで、中高一貫は学校によって進学状況がいろいろだねっていう結論になってるんですが、私はそれは違うと思います。なぜなら、この都立高校の度数分布を見てみましょう。こんな感じになっています。これは横軸が進学率です。一番最初が 0% から 2.5%。そして 2.5% 区切りで並んでいます。で、縦軸が学校の数です。その範囲内に何校の学校が入っているかっていうことです。すると、実は都立の場合、0% から 2.5%、要するに難関大学にほとんど行ってない学校が120校を超えています。ちなみに、進学率が 0% っていう校が74校あります。ほとんどの学校が0に近い数字なんです。そうすると、平均が 4.4%、これも低い数字なので、ばらつきは当然少なくなるわけです。ちなみに、都立高校で進学率が 20% を超えてくる学校は11校ありました。で、この 20% っていう数字なんですが、私が大学受験において、実は結構重要だなって思っているのは、学校の雰囲気なんです。よく、私立高校行ってる生徒に聞くんです。なんで君の行ってる学校を京都大学にそんなに合格するのって聞くと、ほとんどの子がなんとなくって言うんです。つまり、たくさんの子が例年京都大学に行ってる。先輩も言ってるし、クラスメイトで目指している子もいる。だから僕もなんとなく京都大学っていう風な雰囲気なんです。とすると、だいたい 20% ぐらい、クラス40人のうちで10人ぐらい最難関大学を目指している。
こういう学校だとなんとなく学校全体がそういう大学に行くもんだなっていう雰囲気になってると思います。そういう意味で 20% ぐらいを目安にしています。そうすると都立で見ると日比谷、西、国立、もうこの辺はもう鉄板なんですが、そこから見ていくとあとこれぐらいの学校しか 20% を超えてこないっていうことです。そしてこの公私立の一貫校の 15.7% っていう数字なんですが、これをもうちょっと細かく見てみます。どういうことかっていうと、この一貫校っていう中に完全な一貫校、つまり高校から募集なしの一貫校っていうのと、高校からの募集がある学校があります。さらに高校からの募集の方が多い、ほとんどの生徒が高校から入るけど中学から入る子がちょっとだけいるっていうような学校もいます。それらで比較してみました。完全一貫校では 30% が最難関大学に進学です。これが高校入試から入ってくる子が増えるにつれて進学率が落ちていきます。高校入試から 50% 以上入る学校だけで集計取ると 2.7% になってしまいます。中学から一貫校に通う子の方がやはり進学率が高くなっているっていうことが言えると思います。ちなみに中高一貫校の度数分布はこんな風になります。これは完全中高一貫の学校と高校入試が 50% 未満の学校で度数分布を取ってみました。そうするとこんな感じ。10% 未満のところで一つの山、そして 20% のところに二つ目の山がおおよそあると思ってください。やはりこれを見ると中高一貫校に通うと有利なのはわかるんだけども、やはり早慶レベルになってくると中高一貫校でも優秀な子たちじゃないと合格していかないっていうのがよくわかると思います。ちなみに 0% の校は3校、20% 以上の学校は39校ありました。この 20% 以上の学校はこれらの学校になります。まず 60% を超えてくる学校はこれら。もうパッと見最難関校になっています。そして 40% を超えてくる学校がこれら。20% を超えてくる学校がこれらになります。こう見ていくと、この 20% ラインに入ってくる学校たちは、難関校は難関校だけども、やっぱりちょっと入りやすいなっていう印象はあると思います。先ほど都立の、例えば 20% ライン、新宿とかですよね。そこの学校とこれらの学校を比べて、まあどっちが入りやすいかなっていうような見方もできるかと思います。次に手順2があります。これは完全中高一貫の学校と都立高校などを比べるときに、中学受験の偏差値と高校受験の偏差値っていうのは直接比べることができません。母集団が違うからです。そこで中学受験の偏差値しかない学校を高校受験の学校と比較するために、中学受験の偏差値を高校受験の偏差値に換算するということを考えました。で、この論文ではどうやって換算しているのかっていうと、中学受験と高校受験を両方やる学校があります。最難関校だと開成なんかです。例えば城北なんかだと高校受験の偏差値は65と出ていて、中学受験の偏差値は64です。日大の第一だと高校受験が54、中学受験は41っていうように数字が出てきています。で、この高校受験と中学受験の偏差値の違いは学校によってもちろんバラバラになっています。ただ、これらの学校をすべて見ることによって、中学受験の偏差値と高校受験の偏差値を比べることができるんじゃないかっていうふうに言っています。全部の学校を調べてみると、こんな結果になりました。横軸が中学受験の偏差値、縦軸が高校受験の偏差値です。で、この点々一つ一つが一つの学校を表しています。そして、これらの分布から回帰直線を取ってみました。こんな風になります。すると、この直線なんですが、一次関数にしてみると、こういう式になります。中学受験の偏差値に 0.619 をかけて 25.31 を足すと、高校受験の偏差値に換算できるっていうことになります。で、この手法を元の論文に沿ったものなんですが、ちょっと乱暴すぎるかなと僕は最初感じてました。ただ、この後のデータを見てもらったら、意外とうまくいってるなっていうふうに感じると思います。ちなみにこの公式に当てはめていくと、こんな風になります。首都圏模試 80% の偏差値が40の学校は、高校受験の偏差値に直すと50になります。10アップになります。中学受験45の学校は高校受験の53に当たるということになります。で、これ見ていくと、偏差値が低いと高校受験になった時ドーンって偏差値が上がるんですが、偏差値が上がるにつれて、この差は少なくなっていきます。
そして66のところで中学受験と高校受験の偏差値が一致することになります。これ今まで肌感覚でなんとなく中学受験の偏差値に5とか10とか足したら高校受験の偏差値になるよみたいな言い方をしてたんですが、およそそれが裏付けられた形になると思います。そしてこの公式を用いると一つこんなことも言えます。中学受験の偏差値を高校受験の偏差値に換算すると50以下になる中高一貫の学校はほとんど存在しません。つまり中学受験の首都圏模試で40以下の学校っていうのはほとんどないんです。つまり中学受験の勉強をしていてどうも勉強がうまくいかない、成績が伸びない、中学受験撤退するかどうかって考えるときに一つの目安になるかもしれません。つまり失礼な言い方ですが、中学受験で一番階層の学校、これらであっても高校受験では偏差値50の学校に値します。公立中学に3年間通う、その時に偏差値50近辺の都立高校に行けるのかどうなのか、そういう判断基準にもなるかと思います。そして手順3です。高校受験の入試偏差値、完全中高一貫の学校は先ほどの公式に基づいて高校の偏差値に換算しています。これと難関大学の進学率を縦軸にとって分布を見てみました。するとこんな感じになります。横軸が高校の偏差値、縦軸が難関大学の進学率です。そしてこの分布に基づいて曲線を当てはめしてみました。こんな風になります。そうすると高校受験の換算偏差値で65のラインを超えてこないとなかなか早計上理は見えてこないっていう厳しい現実がわかるかと思います。このデータ一つ面白い見方ができます。この中で都立高校だけを取ってきます。するとこんな感じになります。綺麗にこう並んでるように見えますよね。ただよく見てみるとここなんか上にブレてる学校が5つあります。これどんな学校なのか調べてみました。するとこれらの学校になります。さあこれらの学校どんな学校なんでしょうか。そう、これは都立の併設型の中高一貫校です。このように都立であっても中学から別カリキュラムで勉強させていくと結果が出ているっていうことがここからはっきりと言えるかと思います。ではまとめます。都立の学校で早計レベルが現実的になるのはトップの10校から20校だと思ってください。つまり教育重点校に指定されている最難関のみということになります。中高一貫校ではやはり完全中高一貫校、高校から募集してない学校の方が進学率が高くなっています。中学受験メインの学校が高校受験の学校にするとどの位置に来るのか換算することができます。首都圏模試の場合は首都圏模試の偏差値に 0.6 をかけて25を足すと高校受験の偏差値に換算することができます。そしてこの換算式に当てはめていくと中学受験がメインの学校っていうのは高校受験の偏差値に換算すると50以下にはなりません。つまり中学受験で最下層の学校だと思っていても高校受験では真ん中ぐらいに位置すると思っていいと思います。そして都立の併設型の中高一貫校、これは他の都立高校に比べてかなり実績を残しているっていうことが言えると思います。400校分のデータベースコツコツ作るの実は結構楽しかったです。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。